ブラッドはアメリカのロックバンド。1992年にパールジャムのストーンゴッサードとサッチェルのショーン・スミス、リーガン・ヘイガーを中心に結成された。1992年にシアトルで結成。メンバーは当初バンド名をシェームにしようとしたが、すでにブラッド・ウィルソンというミュージシャンが在籍する同盟のバンドが存在していたため、そのミュージシャンのファーストネームをバンド名に関し、 デビューアルバムのタイトルをシェームとした。シェームは1993年4月にエピックレコードよりリリースされた。1997年6月にセカンドアルバムインテリアズをリリースし、より洗練されたサウンドを展開した。その後アメリカ国内の他にとカナダ、オーストラリア、ニュージーランドでツアーを行った。同年にベーシストのジェレミートバックが脱退し、新しく マイクバーグが加入。2002年8月にサードアルバム、ウェルカムツディスカバリーパークを、インディーレーベルのレッドラインレコードよりリリース。翌年には新作のレコーディングを開始し、2005年にバーグが脱退し、2008年にキースローが新しく加入。2010年8月に4枚目のアルバム、ベストフレンズをリリースし、同年に新メンバーのハッピーチッチェスターが加入。 2012年4月に5枚目の最新作、ユナイテッド・ウィースタンドをリリースした、マンチェスターにて、ありがとうございます。